皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月8日、13時51分、昨日録画したんですけども、ちょっと容量が大きすぎて、動画は YouTube にアップロード、できなくなってしまいまして、いろいろつなぎ合わせていて、ただ他の方の動画とかを見ると3時間動画とか YouTube で上がって出たのを見たことありますので、その違いは何かなっていうのはちょっとあるんですけども、本題に入りますね。能登半島の大地震があった中で、甲子園、春の甲子園と夏の甲子園が今年ありますけども、入場曲に関して、もともと阪神淡路大震災の、家屋全壊の、淡井圭介からのその提案で、この曲どうですかということで、高野連の、方たち、確か基本的に高校野球甲子園ってテレビ朝日ですよね。で、もちろん NHK とかでも放送してますけども、基本的にテレビ朝日主催というような形になってますが、そこの中でおすすめの曲、歌詞と曲調を考えた時にね、すごく現状に、合っている、曲があると。もともと漫画アニメでダイヤのエースという漫画があって、そちらがアニメ化されるときに、グレイの皆さんに、作っていただいた曲があるんですけども、もともとその僕が阪神淡路大震災で被災して、20歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務してるとき、当時は仮設住宅暮らしでした。で、被災地の方たちの心情とか、ある程度わかる。その当時僕は20歳でしたから、今の若い人たちがどういうふうな心境とか不安とかいろいろ抱えてるかっていうのはわかります。で、その頃から、グレイの皆さんとか、他のビーズの皆さんとかもそうなんですけど、いろんな人たち、働きに来ています。ほとんどの人間がその後世間的に言うと、出世という形になるんですけども、有名になってる。で、被災地の人たちに、寄り添う部分、そういったところが評価されて、っていう部分もあるんです。で、もちろん、例えば音楽業界の方たちには、絶対的にクオリティが高くないと、見向きもしてもらえませんので、なんかクオリティはもちろん重視なんですけども、やっぱり歌詞とかね、曲調とかすごく、こだわって作ってくれています。その辺のところも今までどういうふうなことが、あったか、その日本や世界的な歴史と、その大きく言うと、それとも僕の人生にどういうふうなことがあったかっていう部分で、グレイの人たちは、歌詞を作ってくれてるんですけども、ホームページ、淡井圭介と、淡井圭介の利益というものがあります。で、そこからアクセスできるようにしてるんですけども、こういうふうな画面が出てきます。ここを、タッチもしくはクリックしてもらって、ちょっとね、いろんな行がものすごくたくさんあります。いろんな件に関わってきたので、どうしてもやっぱりこうなってしまいました。一回昔作ったホームページもだいぶ、削除したんですけども、またやっぱりこういうふうになりました。やっぱりどれもこれも重要だなっていうことになって。で、65番。一応番号を振り分けてるんですけども、この65番っていうところ、上から順番に番号を振り分けていて、下の方へ行けば行くほど、番号、高い番号になっていってるんですけども、間ね、65番と64番の間を番号なしにしてるんですけども、そこに音楽関係のその曲とかにアクセスできるようにしています。で、その65番の少し上のところに、ある、日本の今までの男性バンドベスト100、過去私の感覚ですっていうところを、タッチもしくはクリックしていただいたら、
まあ、これいつもそうなんですけども、上の方の行が多いので、下の方に行くのに、こう、ちょっとね、手間取るんですけども、まあ、そこをなんとか対応してください。まあ、真ん中の方の欄に、こう、グレイの皆さんっていうことで、まあ、いろいろと曲をアクセスできるようにしてるんですけども、ここの、2019年に発売された始まりの歌、こちらを春の甲子園でどうですかという部分と、あと夏に空が青空であるためにこちらでどうですかと、これは高野連の方たちとかその関係者の人たち、まあもちろん当事者である、まあ甲子園出場校の方たちとかにも聞いてもらって、この曲でどうか、この歌詞でどうかっていう、 あくまでも軸は、まあ、被災があった石川県の人たちの分も込みでね、考えて、やっぱりそこ日本全体でみんなで助けてあげなきゃならないですから、まあそういったところを考えて、歌詞と曲を聴いてもらったら分かります。で、また若い方とかとは、どうしてもね、曲調とかで、こう、勢いのあるような、曲とかを好んでしまうんですけども、長い間、いろいろ人生経験をしてくると、世の中ってもともと無理設定がたくさんあるんですよ、法的にも。社会の仕組み的にも、絶対的に。で、まあ、そういったことをいろいろと経験していくと、歌うときに、例えばね、悲しい歌とかだったら、やっぱり聴いてるもん持たないんですよ。じゃあ、かといって、明るい歌が全てっていうことになってくると、ちょっと難しい。だから歌詞は、そういったところを込みにして、書いていて、で、歌い方でも、曲は疾走感のある曲とかなんですよ。だけども、歌ってる時、てるさんのこういう文章の時はちょっと悲しそうな声で歌ってるっていうところとか、そういうことにね、気づいてほしい。それは先ほど甲子園用に選んだ2曲だけじゃなくて、まあ他の曲とかも聴いてもらったら、だんだん変わっていってるなっていうのがわかります。これもともとフルーツラパークとかでいろんな話し合いとかあったりとか、まあ僕が言った内容とかを、まあテレビ局経由とかでグレイの皆さんとかに、伝えてもらったりとかで、それで歌詞とか曲の作り方が固まっていったんですよ、歴史的に。昔のその X とかボーイとかそういった人たちが売れてた時代って、まだ例えば世の中が荒れてた時代でね、第二次世界大戦の後で、もうそれより前に行くと、矢沢永吉さんっていう、まあ、70代の方の、まあ、歌手の人いるんですけど、もともとキャロルっていうバンドで、まあ、その人たちも売れた方の方たちなんですけども、まあ、世間に対してね、認知度が高くなった方たちなんですけど、やっぱり戦後間もない頃の時代でしたから、悲しい曲ばっかりなんですよ、アルバムを聴いた時。で、正直僕、それ、最初から最後まで聴くの、持ちこたえられなかったです。本当に、自分の人生も、どちらかというと悲惨な人生を送ってきましたから。だから、悲惨っていうのは地震のことだけじゃないんです。その後がもっと悲惨なことが発生してたんです、ずっと。で、全部聴いたらびっくりしますから。で、まあ、歌詞的にもね、やっぱり、ボーイとか、X の頃の曲って、ちょっとどうなんだろうっていう、こう、誰かをこう思いやっての、誰かを心配してあげたりとかね、そういうような形で、歌詞作ってるわけでもないと。どうしてもこう、なんかこう、勢いある歌詞とか、まあ、言い方をしたら、まあ、ストレス解消だったりだとか、まあそういう方には受け止めれるんだけども、だけども、なんかちょっと違いますよねっていう。技術的には日本のバンドマンの技術を飛躍的に上げたのは X の人たちなんですよ。まあその後 X ジャパンっていう名前で海外進出とかをしようとして、頑張ってたんですけども、すごくね、ギターとかでも早弾きしたりとか、今はもう珍しくなくなったでしょ。昔はあんなにたくさん指動かしてなかったんですよ。音符、楽譜自体とかもものすごい音符の数だらけになりますから。
ドラムの叩き方とかでも、あんなに X の吉木さんみたいにあんなにドラムをたくさん叩く人なんかいなかったんですよ、日本の歴史で今まで。だからその辺のところで、飛躍的にその後のバンドマンの人たちとかも、あ、これぐらいしなきゃなんないんだって、日本でナンバーワンのバンドマン目指そうと思ったらこれぐらい頑張らなきゃなんないんだって、まあこれは今その高校球児の人たちとかにも、まあ中にはあのプロを目指されてる方いらっしゃると思います。でそこで必ずみんながしなきゃならないのは、もう皆さん分かってると思います、分かってますけども、一応言っておきますね。やっぱり努力しなかったら無理なんですよ、本当に。でこれをどういう、その一日に多くの努力を一気にしようとしても潰れちゃうんですよ。ちゃんと計画立てて安定して無理なく努力を継続していくんです。で一つ一つしっかりと身につけていく、これなんです。もうどこの業界も、ホテルマンも同じ。僕もともとホテルマンだったんですけども、あとまあ、他の仕事も、いろんな仕事を転々としました。これは世の中の仕組み上もうそうなってます。大体の人がそれ経験します、絶対に。でまあそういうふうな形でも、その若い人たちに、将来自分が、職業を転々とすることになったとしても、もともと社会がそうであって、昭和63年に人材派遣業法が出来上がってから、そういうふうな傾向はさらに強くなったっていうことを覚えてもらったらいいです。今なんかもう、まあ僕、神戸市北区に住んでるんですけども、現在、岡場駅というところの、すぐ近くに北新ビルっていうところがあって、そこに神戸市北区の出張所があるんです。神戸市ってかなり面積広いんですよ、一般的な市と比べると人口も多くて。で、まあ、出張所が各地点に一つの区の中であって、まあ、市によっては区がないところも結構あります。神戸市は広いので、神戸市の中に各区に区分けしてるんですね。で正直ちょっとした市ぐらいの人口規模なんですよ。だから出張所いろんな地点に作ってあげなかったら、区役所行くのにも一般の人たちは大変、遠くまで行かなきゃなんないっていうことになるから出張所が出来上がってるんですけども、そこの区役所の住民票とか、戸籍謄本だとか、そういうような一般的な人の窓口のところはもう今公務員の人たちじゃなくなっちゃったんです。人材派遣会社の人たちにもうだいぶ前から変わっちゃったんです、全員。公職、正式な公務員の人たちは公職員証などを持ってるんです。自分が公務員であるっていう証をね。だけども公職員証を持ってる人は一人もいないって、まあ、責任者の方ちょっと出てきてもらいますが、どなたなんですかって、まあこういうものですと、まあ、女性の方だったんですけども、いや今はこの方に、今は公務員の方このフロアにいないって言われたんですけども、これ本当ですかと。で、あなたが責任者っていうことで聞いてるんですけども、このフロアのって。それで間違いありませんかと。間違いありませんって。人材派遣会社の方なんですかって。そうですって。もうびっくりして、もう世の中の傾向はもうずっとこういうふうな形になってきてしまったんです。だからまあ、そういうふうなところで今求められるのは、求めるというよりも自分の正しい情報をまず知っていれば、ああ大体世の中こういうものなんだっていうことを分かっていれば、例えばね、勉強とかものすごく頑張っていて、仮に自分の希望してる大学とかに行けなかったとしても、それで OK なんです。お金の流れとかいろんなこと全部分かっていったら、もともと大学なんかいらなかったっていうこと分かりますから。これは社会に出て働いてからのがよく分かる。そこの仕事のことがよく分かるのは、そこの仕事場で働いてからじゃないと分からない。本当に働かなかったら、それでみんな身につける方、もうみんなある程度の年齢になっていろんなところで働いてきて、もう会社の役員とかにもなった人、役員っていうものは、まあまだ高校の方だったらあんまりよくわからないと思いますけども、代表取締役とか取締役とか、まあ監査だとか、支配人だとか、まあそういうふうな方たちのことであって、まあそういう代表取締役の人が会長になったりだとか、社長になったりだとか、まあ大きな会社だったら、まあ代表取締役、他の代表取締役の人たちが、まあ専務とか常務とか、まあそういうふうな形になります。まあそこそこの規模の会社だったら、大体代表取締役っていう人は一人だけで、もうその人が社長で、まあ後を取締役の人たちが、何人かいたら、その人たちが、まあ専務とか常務とか、まあそういうふうな形になります。
大きな会社っていうのは代表取締役や取締役の人たちが20人ほどいたりします。もっと多いところも、まあ、実際あると思いますよ。まあ、そういうふうな、社会全体的な形として、ね、あの人材派遣会社の会社が増えてしまって、もう世の中そうなってるっていう部分でね、だから、そういうところ込みでね、グレイの皆さんは、例えば、まあ、特に傾向が強くなったのは、2004年以降か10年以降ですね。曲と歌詞すごいこだわってますね。だからその辺のところまで分かると、まあいろんな曲と聴き比べをした時にね、やっぱりいろんなそこにリストアップしてる曲と比べたら、多くの曲が河合さんが選んでる曲の方がこれ聴き応えあるなっていうのが、まあ分かってくると思います。ただまあやっぱりそこは被災地の人たちのことを、考えて、プラス野球としてその歌詞が、曲が合ってるかどうかっていうところで、また甲子園っていう場でね、その辺込みで、選曲させていただきました。あんまり動画が長くなると見てくれる人あんまりいなくなっちゃいますんで、まあ一応これ高校生の方たちへのメッセージでもありますんで、まあ皆さんで、考慮していただけたらなと思います。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。他の動画で、重要なこともかなり言ってますんで、テレビ局の人じゃなかなか、言わないような内容とか、テレビ出てるアナウンサーとかの人とかでも分からないこと多いんですよ。で、まあ聞いてみて、長年、報道番組でね、司会を務めてる人でも、それ本当なんですかっていうのが現状なんですね。だから深く、社会全体のことをよく分かっている人間っていうのがまずいない。それをその段階の人、まあ知ってることの質が違うかったり、幅というか知ってることが違うっていう部分とかもあるんですけども、どうしてもやっぱりテレビ局の例えばアナウンサーとかその司会者とかを知る人たちはやっぱりある程度でなあなあになっちゃうんです。情報量が多すぎて、こんな数無理だよ俺たちだって、やっぱりなります。なぜなら、そこには法律というものがあって、こういうね、六法全書、これ1で、まあこっちは、2なんですけども、まあ法改正とかあるので定期的に買ってます。こっちは六法全書、平成20年版の方です。こっちのネズミ色の方は、31年版。もともとその裁判所の裁判官の人たちも防衛服黒じゃなくて、もう灰になるぐらい燃え尽きるほど頑張らなあかんから、本当は法衛服灰色の方がいいんじゃないですかっていうことを言ってるんですけども、もともと黒ってあんまりいいイメージないでしょ。真っ黒な建物見たら一目で分かりますから。真っ黒なホテルって泊まりたいですか？嫌でしょ。真っ白なホテルの方がよくありません？もともとホテルってその披露宴とかも行ってるんですけども、高級なレストランとかじゃなくてね、だけじゃなくて、ウェディングドレスって昔から絶対白じゃないですか。絶対そうだと思うんですよ。これ自分の頭で想像してもらったら分かると思うんですけども、花嫁の人がね、自分の、まあ、結婚したい人とかでイメージしてもらったらいいです。披露宴でね、真面目に披露宴でみんなの前でね、挙式挙げた時に真っ黒なドレスだったらどう思います？嫌でしょ。絶対そこ白じゃないとなんか変でしょ。もう人間として人としての感覚で。もう絶対そうだから、もともと喪服の話が広がってしまってるから。黒い服を着ていく時っていうのはお葬式の時。これがもう世間に定着してしまった以上、やっぱり黒色ってあんまり良いイメージ持てない。だから、まあそういった部分とかも込みでいろいろグレイの皆さんは歌詞、曲を作ってるんですけどもね。まあまあ、そういったことを含めて、今回、曲を選ばせていただきました。これで皆さん、いかがでしょうか。まずはこれが、一つ目の、今回の今年の高校野球、春の甲子園、夏の甲子園に向けての、まあ、メッセージと、それと、まあ、その次に、まあ、石川県の、その甲子園出場校の人たちへ向けての、
まあ、メッセージも頑張って発しようかなと思っています。それなかなか勇気いるんですけどね、お伝えしようと思います。まあ、そちらの方で、まあ、野球の仕方は、まあ、監督とかコーチの人とかに、散々教えてもらったり、自分で独学でもそう思ってるとかそういう部分あるかと思うんですけども、まあ、そこでも一回耳傾けてもらったらどうかなと思ってます。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、これ基本的に18歳以上の人たちが閲覧できるようにはしてるんですけども、まあ、権利的な部分とかでお金が入ってくるか入ってこないかとか、そういう部分で18歳以上に対象を絞ってるかどうかなんですよ。で、言ってる内容っていうものは聞いてもらったら分かると思うんですけども、別に18歳以下の人が聞いても全然問題がない。で、むしろ聞いた方が良いような内容ばっかりなので、保護者の人たちが自分たちの、お子さんとかに、まあ、見せてあげて、この人の、ホームページの、の方がどうやら、すごいっていうことになってるよっていうことで、いろいろと、まあ、閲覧していただいて、親が覚えなかったら子供もなかなか覚えないですよ。子供にちょっとお金出して行かせてりゃいいっていうことじゃないですよ。親はまず覚えないと。親は覚えて自分の言葉で伝えてあげたら、自分の子供は親のこと尊敬してくれますよ。あ、自分よりいろんなこと知ってるってすごいなって。で、親がしっかりしていれば子供もしっかりする。こういうことです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、まあ、身の回りの方たちに、私のホームページのことを、まあ、伝えていただけたらなと思います。基本的にホームページ淡井圭介の利益の一番を見てもらったら、日々動画でアップロードした内容をアクセスできるようにしています。まあ、なんとかある一定のその登録者数と再生回数が達成したら、まあ、いくら入ってくるか僕も知らないんですよ。得たことがないから。これがね、条件として過去365日を遡って、動画の再生時間が3000時間か4000時間を突破して、チャンネル登録者数がまあ500人か1000人を突破したとき、まあ、パートナーシップが得るような条件、要するに CM だと思うんですけども、動画の間にその CM を入れてその CM 料が入ってくるような形が、3000時間の突破と過去365日で、で登録者数、チャンネル登録者数が500人以上だと思うんですよ。で、その先もそのチャンネル登録者数が1000人以上と動画の再生時間が過去365日をカウントして4000時間以上での何かお金の発生とかはどうやらあるみたいなんですけども、これもね、僕も達成してみなかったら分からないんですよ、いくら入ってくるかとか。で、そういうふうなところまでたどり着くと生ライブの配信ができるんですよ、動画ので。多くの人たちがコメントができるんですね。だからそこで何か知りたいこと、質問とかがあったら質疑応答したいなと思ってます。エネルギーの残存量問題とか社会全体の見通しとかそういうことです。まあ、もうだいぶ前からだいぶたけてますから、その辺の一般の人よりも、その辺のこう思いの人たちとかよりもよく分かってますから、以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。